やけに役人が多いな。あの黒船の中で大事な会議が開かれているらしいぜ。なんでも五大老様のお姫様たちが乗り込んでいるんだとよ。日英合米の製紙工場、この網浜にお建てになるのですの。はい、日本は世界でも有数の良質な絹の産出国。そこに英国の技術が加われば、世界に通用する絹製品ができるのです。素敵なお話ですわね。お父様もお喜びになりますわ。上位派の連中が騒ぎ出しそうな話だけど。私は日本が豊かになり、人々の幸せに貢献できればと。考えています。オロさん、不謹慎ですことよ。いや、実に建設的で興味深いお話でした。未来志向というやつですな。雲上所頭取諸茂、感服つかまつった。いいかお前ら、上位志士どもが何やら不穏な動きを見せているようだ。大問題だよ。寿貴光はある限り勝手な真似はさせないぞ。女王陛下の名にかけて、万人どもは一匹たりとも船には近づけぬ。カギレッド、御政道に逆らう大罪人め。王という今日こそ成敗してくれる。うるせえ幕府の犬だな。黙らせてやろうか。Shoot!
うわ、早速国際問題じゃないか。シェッ、孔子様。付き合ってもらうぜ。取って食おうというわけではないが。助けてください。下等の女を助けようというのか。お願い、助けて。誰だてめえ。誰だか知らんが助かるぜ。野良犬が幕府の番犬になったか。おお、腕は確かなようだ。面白いじゃねえか。弾が飛んでこなくなりました。波も随分穏やかに。これならすぐに着きますよ。つべこべ言わずにさっさと漕ぎな。もう戦が終わってしまいますの。へこれからだ。やるな。赤城、大丈夫だ。敵にするには惜しい男だ。見たところ浪人のようだが、あんた一体何者だ。あんたこの国の今をどう思ってる。もし売れ行きがあるならその腕を。上位覚悟。異敵の女は香水臭くてからわんぜ。野蛮人め。これからだ。油断したか。待て、助太刀するぞ。すまない。みなさん、ごきげんよう。ようやく間に合ったよ。私たちも混ぜてほしいですの。そこのあなた、お相手していただけます？ちょれ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 。こいつ強いじゃないの。よくも公衆の面前で恥をかかせてくれましたわね。私たちを本気で怒らせたらどうなるか見てらっしゃい。勢いよく打ち上がりましたわね。
お楽しみはこれからさ。覚えてなさい、お父様に全部言いつけてやるから。すげえや、お侍さん。残酷姫君三姉妹の悔しそうな顔、ほら胸がスーッとしたぜ。いいざまだな。おい、姫君様に狼藉を働くとはいくらなんでも許せんぞ。のほ、どけ大官。その腕、俺たちと共に日本を救うために使わないか。うん、間違ったことに使ってはならんよ。こいつらは悪者だ。俺たちはこの先の神社にいる。待ってるぜ。こんな、お前が一番許せん。待て。元気だね。俺は帰って休むよ。あなたのような方が現れるのを待っておりました。よろしければ一度領事館へお越しください。僕も待ってるよ。侍か、いいものを見せてもらった。あの花火、一体何だったのかしら。嫌な予感がする。大変だ、五大老様がお出ましになるぞ。だ、五大老様といや将軍様の片腕だぜ。そのお偉いお方が自ら江戸を打って出られるとはどういうこと。あの残酷姫君三姉妹の父親だそうだが、親の顔が見てみたいもんだな。し、壁に耳あり障子に目ありだぞ。やるか、こんな機会めったにないぞ。焦るな、まずは様子を見よう。やけに急な話じゃないか。港の騒動がお耳に届いたのだ。それにしてもお早い到着だ。シャニーシャニー、お大老様のおなーりー。バカ、見るんじゃねえ、ブレ打ちだぞ。急なお呼び立て申し訳ございません。お父様。構いませんよ。それよりその男というのは。はい、あんなところに、あの男ですわ。君か。
よくも私の可愛い娘に恥をかかせてくれましたね。手を貸す。拙者が、つぅぅ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 ぅカギ、大丈夫か、しっかりしろ、立てるか、引け引け。どうだ、助かるのか。バカな、貴様医者だろう、何とかしろ。この男は俺たちにとっても日本にとっても大切な男なのだ。そう言われてもね、この方を治療できる医者なんて日本中探したってどこにもおりゃせんよ。できるだけのことはしといたから、あとは天に祈るんだね。赤木、赤木さん、赤木さん、赤木さん。赤木を救ってくれ。縁起でもないこと言うな。上位の志ある限り赤城は死なん。赤城さんは不死身の日本男児です。これはどこだ。俺はここだ、そばにいるぞ。小暮、覚えているか。よく川で遊んだな。いつか帰ろう、故郷に。おう、そうとも。上位を成し遂げたら一緒に帰るんだ、その日のためにも。赤木、赤木、こんなところで死んでどうする。赤木さん。
あんたを助けようとしたばかりに赤城は死んだ。恨むのは筋違いだとは分かっている。だがこの怒り、どこへぶつけてよいのか分からんのだ。これでよかったのかも。これで俺も赤城のもとへ行ける。我慢の限界だ。こうなったら五大老様のお命を頂戴するぞ。残虐行為を止めるにはもうそれしかない。世のため人のためだ。ここに集まったのは拙者と志を同じくする者たちだ。お主も時間が必要だろう。準備が整ったらまたここに来てくれ。これが最後の戦いになるだろう。準備はいいか。五大老様は大勘定の奥座敷にいる。行くぞ。五大老様、お命頂戴つかまつる。驚きましたな、ことぶき君。君にこんな度胸があったとは。人の道に外れたその所業、許しがたし。たとえ五大老様といえど、もはや見逃すことはできない。くだらん。セモノだ！出会え！切り捨てろ！はあ！くれ！ちょ、ちょ、ちょ、だ！ちょれ、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 これからだ。ちょ、ちょ、だ！この、こ、この、これ、つけます！うわおのれ！うわ！まさか、この、私が。
さても途方もないことをやってのけたものだな。これで我らは大罪人だ。名誉ある罪を背負ったのだ。御用だ、御用だ、御用だ。御用だ。だが少なくとも網浜の地には平和が訪れた。代官としてこれに勝る喜びはない。諸君らの浅はかな陰謀は失敗に終わりました。私の方が一枚上手だったというわけですね。暗殺した鬼怒川は影武者であった。正義が必ず勝つとは限らないことは歴史においても証明されている。なぜなら正義は往々にして少数派だからである。もっとより多くの力を結集しなければ真の勝利は得られないのかもしれない。